皆さんこんにちは。動画を作っている人たちです。今日は iPadOS 15から iPad で使用可能となった低電力モードの紹介と切り替え方法を紹介します。低電力モードとは、バッテリーの残量が少なくなってきた時に低電力モードを使うことによって消費するバッテリーの量を抑えることができる機能です。低電力モードのオンとオフの切り替え方法。まず設定アプリを開きます。そしてバッテリーの項目を選択し、低電力モードをオンにします。低電力モードがオンになると、右上にあるバッテリーのアイコンが黄色になります。次にコントロールセンターから瞬時に切り替える方法を紹介します。まず設定アプリを開いてコントロールセンターを選択し、コントロールを追加の中にあるオレンジ色の低電力モードを追加します。これで毎回設定を開かずにコントロールセンターからオンとオフの切り替えが可能です。